高いビルの下に広がる上中村吉林省、炎吉市の上中村城中村は中国大陸で進行する都市化の過程で見られる特有の現象。1978年の改革開放政策から30数年が経過し、玉江デルタや長江デルタ、韓北海経済圏、直轄市、省都などの経済先進地域において急速に都市域が拡大する中で、 既存の農村が、都市城中村が特に顕著に見られる都市として、北京、天津、重慶、上海、武漢、広州、新鮮が挙げられる。城中村の内部は通常、規制や管理がなく、狭い範囲に違法建築物が立ち並び、雑然とした環境、人々の混雑、治安の混乱。 インフラストラクチャーの未整備など都市の管理体制から外れ都市の癌となる。地理学的な観点からは常駐村は都市の範疇になる。社会の性質の観点からは常駐村は伝統的な農村的要素を保持する。常駐村が持つ都市と農村の二重性は中国特有の都市と農村の二元的な戸籍制度と土地所有制度など複数の要因が関係する。 一方、多くの研究者は、上中村を中国的な特色を持つスラムであると解釈しているが、上中村はスラムの定義と完全に符合するものではない。スクオッターとの類似性もあるが、上中村内の土地は村による集団所有であるため、土地取得の面では合法的であり、スクオッターとは区別される。上中村の後は2000年前後から、 中国の学術界で使用され始めたが、統一的な定義はなく、研究者が、各々の定義を定めて使用している状態である。例えば、都市空間、景観の視点からは、都市内部において、周囲と景観が異なり、劣悪な住環境、境隘な道路、公共施設の欠如などの特徴を持つ地域を指す。ありがとうございます。